休憩前に引き続き会議を開きます。萩原議員より訂正の発言があります。萩原議員、はい。先ほどの私の発言の中で大変不適切な発言がありました。訂正させていただきます。後ほど訂正をいたします。引き続き御所に関する質疑はございませんか。御所に関する質疑を終了いたします。引き続いて120ページから人、自然、地球、みんなで環境を大切にする町に関する質疑を受けたまわります。質疑はございませんか。向井議員、時間がない、ゼロ分ですよね、さっきから。他に質疑はありませんか。はい、これをもって第6章についての質疑を終了いたします。次に再度総括的質疑を受けたまわります。質疑はありませんか。安藤委員、副委員長、座ったままでいいでしょうか。はい、すみません。本当にこの案はですね、大変素晴らしい文章であると思います。しかし私の力ではですね、本当に分かりにくい。でこれはね、基本的に市民の皆さんに読んでいただきたいものですよね。で市民の皆さんの普通の感覚で読んで分かってもらわないと困るんですよ。で特に、最後の135ページあたり、財政の状況、この辺のとこ非常に 大切なところですけども、読んでいくとね、本当に解説がなければ分からない。ところが、その下の段の解説読んでも分からない。ほんでね、福祉団体ってとこを読んでみてくださいよ。ほんでね、努力した、苦労されたなということは分かるんです。本当に分かりやすいように書こうなという努力をされたんでしょう。だけどね、正直申し上げて、どのレベルの方を、レベルっては申し上げないけど、想定されて作られたんだろうか。市民の皆さんというからにはね、まあ大人であって一般市民ということになれば、まあ学歴って言っちゃ申し訳ないけど、義務教育終了程度、中学3年終了程度で、それで大人になった方が普通に読めて分かんないと困るんですよ。で、その点から考えて、その市としてはね、この計画をどういう方々に理解いただこうということで相当されて作ったのか、またそれに対して必要十分であると思ってらっしゃるのか、そこのお考えを伺います。飯高企画政策部長。例えば一般的に多摩工法は中学生ぐらいの方にも分かるように、していかなければいけないということがございます。この総合計画、先ほども答弁させていただいたように、非常に市民の皆さんにとってとっつきにくい、分かりにくい、部分が多々あると思います。例えばこの部分に限りませんけれども、これからコラムをつけるとか、そのコラムの中でちょっと分かりやすい解説をさせていただくとか、概要版を作らせていただくとか、あるいはまた別の形でのお知らせ、これは広報や他のものも含めてですけれども、そういったことも含めて、成人の市民の皆さん、またできればですね、中学生ぐらいの皆さんにもそのメッセージ、あるいは本意のところが伝わるようなお知らせの仕方を考えていきたいというふうに思っております。はい、安藤議員、ぜひそうしていただきたいと思うんですよ。教育省に伺いませんけどね、中学卒業の、その段階ぐらいで子
これを読んで分かるかって言ったら、おそらく分からないと思いますよ。135ページで言えばね、その社会保障費がどうのこうのというところもありますけど、そこだったら、要するにいわゆる4分の1条項、4分の1が市税で出てますよと、あとは国と都ですよということも分かんないと分かんないですよね。それから、最悪分かんないのは普通交付税、この、財源の返済を調整することのどうのこうの、これ分かるかって、絶対分からない。本当にね、もううちの息子がまあどのぐらいのレベルか分かんないけど、読んで分かるかって言ったら、父ちゃん全然分かんないっていう、まあ困った息子だなと思うんですけど、まあそれで、まあしっかり対応していただきたいと思います。それで問題なのは136ページなんですけど、その財源の見通しが出てるんですけど、この総合計画を実現するのにね、この表を見ていくとさ、財源不足じゃないですかと、41億円足んないんじゃないですかと、で、これどうするんですかということを、普通の市民が普通に思うと思うんですよね。で、それに対する解説がどっかにあるのかって言ったら、このような想定だったら、どこを見ても分かんないんです。前を見てください、どこを見たら分かるんですかという話になっちゃうんですよ。最低でもね、この図に、例えばそのね、そのいろんな窓枠をつけて、解説をつけるとか、なんかしないと、じゃあ41億円足んなくて、それが全部借金になってね、若いやつらが僕たちの借金になるんですかと、返さなきゃいけないんですかと、それが総合計画で、父ちゃん、お前、この計画認めたのかよという話になっちゃうわけで、それじゃ困るよね。でぜひですね、市民に余計な不安、余計なというかね、別にな安全だというわけでもないんだけども、事実としてこうなんで、で市としてはこうしますと、でその前の文章を見るとね、その健全な財政運営を行ってまいりますという決意発表ですか、ね、書いてありますけど、いや、これはね、希望的観測じゃないと思うんですよ。ちゃんと裏付けがあって、決意を持って書いたと思うんです。で、その文章とね、この裏の136ページの表を見るとね、どこをどう決意したんだっていう話になっちゃうんですよ。で、その辺を分かりやすく市民の人に説明するつもりでお答えください。部長。はい、今現在、多摩市は健全な財政運営と申し上げていいと思います、厳しいですけれども、それは今までの市民の皆さんとともに、第1期の基本計画を例えば進めてくる中での行財政改革であったり、いろんな見直しであったり、歳入確保であったり。そういったところを取り組まさせていただいて、なんとか健全な財政運営を築いてきております。この第2期の基本計画の実現に向けても、当然ながら借金をただ増やすとかいうことではなく、健全な財政運営を築いていかなければいけません。そういった決意でおります。そのあたりを例えば市民の皆さんが今136ページのところで、単に足りないってことを書いておしまいでは不安になってしまうじゃないか、お子さんたちも含めてというご指摘ありました。大変貴重なご意見だと思っております。こういったところをどういうふうに取り組もうとしていこうとしているのか、取り組んでいこうとしているのか、分かりやすい形でまた工夫してまいりたいというふうに思っております。はい、安藤議員。多摩市のね、財政運営は日本で有数の誇れるような財政運営だと思うんですよ。で、先日 NHK のテレビに副市長も出演されてて拝見しましたけど、空き家問題で出てましたね。それぐらい注目を浴びるぐらいの最先端の市政運営なんですよ。ですからね、本当に胸を張って市民の人に説明できるぐらいのこと、内容はあるんですから、それが分かるように表現をお願いします。終わります。他に総括的質疑はございませんか。遠藤委員。
状況を評価するという観点から、改めて成果の目標値について伺いたいというふうに思います。C のところですけれども、78ページでは、市民総合の学び合いを通じた活動が活性化している町の姿を目標にしておりますが、ここ第1期の計画のときには、市民団体が開催する講座の数というのが指標にありましたけれども、これがなくなっています。それから例えば64ページではですね、さまざまな担い手の力を結集して、超高齢社会でも生き生きとした暮らしが実現されているというのが町の姿となっておりますけれども、ここでは老人福祉センターの事業参加者数というのが指標になっております。老人福祉センターの事業に多くの方が参加すると、さまざまな担い手の力は結集されたというふうに評価できるのかどうかという点が一つ疑問です。こういった点について、この目標値というのはどういう基準で、そしてどういう基準のことで設定をされているのか、今具体的に聞いたところと全体的な考え方について伺いたいと思います。飯田課部長。はい、じゃあ全体的なところを先に申し上げます。成果目標値そのものの何ですかね、すべてに共通する基準というご説明ではありませんけれども、この総合計画の組み立てとして、例えば今の78ページを例にとって言わせていただくと、施策の目指す姿というのがまずございます。それを実現するために、主な施策の方向性というのが右側にございますけれども、これは10年間の施策の方向性を示させていただいております。で、この下にいろいろな事務事業等がぶら下がっているわけでございます。で、そうしたものが、またもう1点は、10年間の計画ではございますが、特に4年間で重点的に取り組むっていうものが、それぞれの政策ごとに示させていただいております。こうした施策、事務事業、そうしたものが組み合わさっていき、また PDCA を回しながら予算との連動というところも図っていき、そうした組み合わせによって、その施策の目指す姿、回して、PDCA を回していくことによって、施策の目指す姿を実現していこうと、その一つのその施策ごとの成果の目安となるところで、数値化できるものをできるだけ示していこうという中で、一つの目安として示させていただいているのが、施策の成果目標値であるというのが考え方でございます。全体的なところは私の方からでございました。道島部長。ご質問の中の78ページの成果指標で、旧計画の中の市や市民団体等が開催する地域課題をテーマとした講座数というのがなくなったということでございますけれども、先ほど企画政策部長の方からありましたように、これを PDCA で回しておくときに、なるべく実態的に反映したものを、ここの表に載せていきたいというふうなことで考えております。で、旧計画の中の、テーマとした講座数というところでございますけれども、これ、実際はですね、こういう指標を立てたんですが、中身的には出張出前講座の件数ということで拾い上げておりました。で、実は出張の出前講座の数ということで、その数を経年的に測りながら掲載していたんですけれども、時代少しずつ市民の要望に応える講座をしていく間にですね、早い話が文化スポーツ課を通さないで直接もうすでに高齢福祉とかあるいは介護保険に説明に来てくださいということで、そういった講座もだんだん増えてまいりました。ですので、そうした中でなかなかうちの方としては全体の数が取りにくい状態になってしまって、それが実態を表しているかというとそうでもないだろうというふうなところで
今回は外させていただいたということです。で、もしもうちょっといい指標があればよかったんですけれども、今回はちょっと実態はなかなかこれ反映させるのが難しいという中で、そういう処置を取らせていただいたということでご理解いただきたいと思います。新井健康福祉部長。64ページのところの指標のことでございますが、これは第1期の計画のところの中でも、この指標を挙げさせていただいているところでございます。で、第1期が策定したときの中では、やはりその当時というか、地域包括支援センター、これからその高齢者の支援の核となるというところのことで、周知度の方を上げさせていただいてますし、老人福祉センター事業の来館者につきましては、これは総合福祉センターを設置というか、立ててですね、そこの事業を充実していくということで、高齢者の方がどれだけこう来ていただいて、参加していただけるかということが、高齢者が生き生きと暮らしていく指標の一つとして、このものを挙げさせていただいて、ここのところに目標として挙げているところでございます。ただこれはあくまで、他の事業もそうですけど、目標、成果目標値として挙げさせていただいてますけれど、私ども、いろんな事業化につきましては、いろんな事業ございますので、それらもいろいろとしながらですね、事業の展開はさせていただきたいというふうに考えているところです。遠藤議員。もう一点確認いたしますけれども、市民からいただいたパブリックコメント、そして本日も議会からいろいろな意見が出されたと思います。記述されていることに対しての確認という質疑もありましたけれども、変更を求めたりというふうなこともありましたけれども、こういった意見についてはどのように反映されるんでしょうか。飯高部長。本日いただいたご意見については、受け止めさせていただいて、今後最終決定のところまでに検討をさせていただきたいと思ってございます。市民の皆さんからいただいたパブリックコメント等については先ほど修正箇所のところで申し上げましたけれども、現在のところは反映できるものはさせていただいているというつもりでございます。また今後、この議会でのご意見他もですね、何かありましたら改めて検討をして反映をしていきたいというふうに思ってございます。遠藤議員。市民のパブリックコメントなどもですね、必ず行政はそれに対する応答というのはされているわけですけれども、なぜこの意見は反映をされ、なぜこの意見は聞き置くだけなのかという、そこが明確ではないように見えるんですけれども、そこについてはどういう基準で反映をさせるのかさせないのか、そうしたものについて市民にきちんとお示しをしているんでしょうか。飯高部長。はい、いただいたパブリックコメントの中には、質問とか確認というような内容もございました。ただ、いずれにしても、それに対する市の考え方、ここはこういうふうに反映させていただきましたとか、確認についてはお答え、あるいはこういったところで直接的には反映していませんとか、市の考え方を改めて市民の皆さんに公表させていただくつもりでございます。遠藤議員。一義的には行政計画ですので、市長に決定権があるわけですけれども、しかし、さまざまな今、市民から市が示した方針に対して意見が出されています、それは議会からも意見が出ていると思いますけれども、特に行政の方針と相対立するような意見については、どのように反映させていくのか、反映させるための議論の場をどう作っていくのか、こうしたことが非常に重要になってくると思いますけれども、そのあたりの道筋について、お考えを伺って終わりたいと思います。長尾副市長。今のお尋ね、反するというご質問ですけれども、相対するというふうに言い換えてもいいでしょう。そういったものについて、私どもの方総合計画ですから、実行できるかできないか、まずですね、実行できるかできないかということを考えます。それから、そういったものについて、今まで意見をたくさんいただいてまいりましたし、今日もいただいてまいりました。で、これらは一つ一つの意見が、その質的にもですね、
取り扱いがみんな均一で同一の基準でパッと切れるというものではないというふうに認識しておりますので、一つ一つの意見の内容を吟味して私どもの方の中で行政計画を作り上げていくということになると思います。でこれをじゃあもう一回そのシャッフルしてもう一回出来上がったものについて再度意見を伺うかということについては現在は考えておりません。はい、他に総括的質疑はありませんか。板橋議員。はい、それでは総括的な質問させていただきます。スマートウェルネスシティというのが何度かこの言われましたけれども、まあ、一番最初にこれが掲げられております。私もこのスマートウェルネスシティということでですね、インターネットをちょっと送ってみましたら、まあ2009年に、まあ研究首長の研究組織としてですね、筑波大学の事務局を中心とした有志の、まあ、首長さんたちが集まって、まあ、最初は7市でスタートして、もう今では36市ぐらいに大きく広がって、ここに多摩市長も一緒に入っておられるということでですね、私もこのスマートウェルネスシティがどんなことをやるのかなと思って見ておりましたら、ここは特区を取りましてね、で今やってるのが、日常の身体活動量が増加することで、まあ、健康度が向上し医療費が抑制されるという、これをこの仮説が成り立つのかどうかというのを町ぐるみで社会実験として、まあ、今進めているんだと、これ特区の一つの事業としてやっているということなんですけれども、私これを見たときに実は前の健康福祉常任健康福祉常任会で、まあ、桐木さんの提案もあって群馬県の中之条町に行きましてですね、ここはやはり歩きを中心とした、ここは65歳以上の高齢者の方を対象にしているんですけども、この町は1万5000人ぐらいの人口のところで5000人ぐらいを対象にしてですね、まあ、10年間ぐらいずっとこう調査をしながら、この健康が歩きが保険料を、まあ 保険をですね、どう安くすることができるか、もう計量器をみんなに配っても十分に採算取れるぞという、こんな結果を出してですね、まあ、この先生は、まあ、中条の先生は何ですか、青柳幸俊さんといって東京都健康長寿医療センター研究所多摩市にも大きく関係しておられて、私たちも多摩市に呼んでまた来ていただいて勉強もしたという経緯があるんですけども、まあ、こういった方向で多摩市も頑張ったらどうですかという、まあ、提案をしたこともある関係でですね、このスマートウェルネスシティへの多摩市の取り組みがこういったことも含めて今考えられているのかな、このことについて今全国のこの研究組織でやられていることと多摩市での取り組みの内容についてお答えいただきたいと思います。飯田会部長。はい、今お話がありましたスマートウェルネスシティの首長研究会に多摩市長も加わっております。で共に情報を、まあ、いただくことはもちろんですが、会議等にも出席されていろんな意見交換をされている、またその関連の方が多摩市役所の方においでになって、お話しいただいていろいろ勉強させていただくということもしております。で、特区でございますが、まあ、そちら の研究会の方で、目指されている、総合特区の将来像というのがまあ、ございまして、自立的に歩くを基本とする健康な街を構築することにより、健康づくりの無関心層を含む住民の行動変容を促し、高齢化人口減少が進んでも持続可能な先進予防型社会を作り、高齢化人口減少社会の進展による地域活力の沈下を防ぎ、もって地域活性化に貢献することを目標としているというようなことが示されてございます。で、その根拠となるような、まあ、エビデンスとかそういったものも蓄積していこうというお考えもあるようでございます。
歩く、そして健康になるっていうことは、まあ、多摩市も歩車道分離じゃないですけれど歩きやすい街でございますから、こちらの活動と重なり合う部分はかなりあるのかなというふうには思ってございます。ただ総合計画の中でお示しさせていただいている健康で幸せっていうところは、それも含みながらも、まあ、いろんな切り口からの健康で幸せ、まあ、こちらの首長研究会のスマートウェルネスも理念は同じだとは思っておりますが、まあ、特区というところは今のところ考えてございませんが、重なり合うところをいろいろ意見交換、また検討もさせていただきながら進んでまいりたいというふうに思っているところです。板橋議員。やはり、健康寿命のもう非常に高いところとか先進のところというのは、やっぱり多摩市の場合も全島一ですというふうに今市長も言っておられるんですけれども、非常に多摩市の場合は歩くというのに、まあ、その補助道、今言われたように補助道分離というのが環境はもう抜群のですね、環境のところだし、そしてましてコンパクトに皆さんがまとまっていらっしゃるだけに、広いところでどう調査するかって統計を取っていくかというのは大変なことなんですけど、多摩市の場合は非常にまあやりやすい、そういうところでもあるし、また介護保険でも今介護予防ということが今叫ばれている中にですね、まあ、ますますこのスマートウェルネスの取り組みというのは、これはもうお子さんからお年寄りまでという多摩市の方向性ではありますけれども、非常に方向づけ視点はいいなというふうに思うんですよ。だけど具体性がちょっとよく見えないんですね。1章から6章にわたって、このスマートウェルネスの精神は行き渡っているんでしょうけど、だけどどうするのという、そういったところにちょっとこう漠然としている、あまりにですねこの網を大きくかけて、おられるだけにですね、一体どういった方向を今考えておられるのかなという、まあ、そういった具体策などについてもちょっと考えがあったらお聞きしたいと思います。新井部長。スマートウェルネスティでございますが、これは、まあ、筑波の教授の久野さんという方が、まあ、主催して、まあ、8市のところが、まあ、研究を共同研究しているというところでございます。で、まあ、今ご質問者があったように、まあ、それはどちらかというと地方の都市でいろいろと、まあ、どちらかというとこう多摩市に比べたら、まあ、地域が広くて、まあ、移動にほとんど車を使っているということで、まあ、歩くということを、まあ、まずは最初にして、どういうふうにその歩くことによって変わっていくかということの、まあ、エビデンスを取っていって、一定程度先ほどお話がありましたけれど、まあ、医療費の削減になっていると。で今回、私どもの方としては、まあ、スマートウェルシティの中では先ほどからちょっと私の方でお話しさせていただいてますけれど、多摩市とすれば今後地域包括ケアシステム、これを作っていく中で、やはり健康ということをそれぞれの方が見える化するというか、自分が活動することによってどれだけその活動というか行動することによって自分の健康に寄与しているかということを見える化していくシステムというのは今後求められていくかなというふうに考えているところでございます。ただスマートウェルシティの首長研究会の中での報告の中では、まあ、市民の方の3割はご自分で取り組んでいくんですが、7割の方がなかなか取り組んでいけないような現実もございます。ですので、そういう取り組まない方たちをどうやって取り組んでいくかということは、今スマートウェルシティの方の、まあ、首長研究会の方で新たな仕組みを作って今研究されていますので、そういうものも私ども参考にさせていただきながら、多摩市の地域版包括ケアシステムを作るために、このスマートウェルシティの考え方をどのように取り組んで入れていくかということを今後、まあ健康福祉部もそうですけど、全庁を挙げてですね、このものを具現化していきたいというふうには考えてございます。で、先ほどご質問者がおっしゃられたように、多摩市の市民の方たちは必然的にというか、車で動くより歩いて動く方が便利な、まあ、町づくりになってございますから、このことも含めながらどうやっていったら一番多摩市
として、より良い健康を維持できるかというところは、今後の、研究課題というふうに考えてございますので、この辺、今、国の方もいろんな施策を展開してございますから、そういう中から、多摩市としていいものを選んでいきたいというふうに考えています。板橋議員。その全国 の, その研究会もですね、この実施内容という点では、まず町の再構築、移動がやはり可能な状況なども含めまして、町の再構築、そして各市民の皆さんの健康の数値化ですね、見えるような数値化、合わせて条例化というふうになっているんですね。で、この多摩市の市長の案にも、この条例を条例化したいという形で、今回のではいるんですけれども、条例化は後で議案を聞くとして、ウェルネスシティ拠点整備事業というのもありましてですね、これは国が例えば住宅地域を限定にした形でですね、一つの施設にあたり1000万円の上限の補助があるということですけれども、これなんかやはりエレベーター設置などにちょっと活用できるのかなというふうに思ったりもするんですが、こういう研究などもぜひやっぱり進めていっていただきたいなというふうに思うのと、先ほど条例化というふうに言いましたけれども、多摩市の場合、今回、非常にもお子さんからお年寄りまでということで、幅広く打ち出して、そしてみんなが、誰もが幸せを実感できる町ということですが、こういう中で条例化をするというときにですね、宣言をするというときに、何を中心にした宣言をしようとされているのかなという、そこのところでまたちょっと漠然としないなと、漠然としているなというふうに思ったんですが、どうでしょうか。飯田課部長。はい、まず一点お話のあった、国 の, 財源なんかも活用した、事業等については、研究をこれからさせて、これからというか、今現在もしてますが、これからもさせていただきたい、ただすぐにっていう、どうこうっていうあれではないかなというふうに思っております。あと、健康都市条例、あるいは宣言ということです。ご質問者のとおり、確かに漠然としているかもしれませんけれども、すべての個別の分野のところにも、こういった誰もが健康で幸せっていう、大きなベクトルをこう揃えて、連携して取り組んでいこう、あるいは全庁的にこの健康都市に向けて取り組んでいこうという精神でございます。ですので、多摩市らしい、この健康都市条例、あるいは宣言がどういう形になる、なっていくのかということは、まさにこれからですね、市民の皆さんと一緒にですね、他の福祉だけじゃないいろんな分野も含めてどういうふうに表せるのかとか、そういったところは検討してまいりたいというふうに思っております。板橋議員。全国的な流れとしては、やはりこう歩くということで、それを前提に取りながらですね、どう市民の健康を守り、また医療費を削減させていくかということになってきているわけですけれども、やはり宣言するならば、やはりある程度目的をはっきり絞った形でのですね、宣言がいいのかなと思いますよね。例えばその、健康寿命世界一とかですね、そんな感じでやっぱり目的をはっきりと示してですね、みんなと一緒に運動しようとかいうことで、やはりバリアフリーとかユニバーサルデザインとかいうふうになって きますと、この5章などを見ても非常にまだ漠然としててですね、中層住宅へのそういうエレベーター問題なんか、非常にまだまだ本当に真剣に取り組もうという姿勢が見えていないんですよ。なんか逃げているというような感じにしか見えてないんですね。多摩市の場合、中層住宅がもう本当に軒並みある中で、これこそ本腰を入れて取り組まなくちゃいけないという、多摩市の大きな宿命というか、課題があるわけですけれども、そこのところが非常にこうぼやけた形の今回のこの計画になっているという点でも、ちょっと気になるわけですけれども、やはり市民の健康も同時にアップさせながらですね、取り組んでいただくというのは、非常に大事なことだと思いますので、しっかりとやっていただきたいということで終わります。他に総括的質疑はありませんか。今井議員。では4年前ですか、第一期の総合計画の時の、特別委員会。
そういうのもやらせていただいた、そんなのもちょっと見させていただいてたんですけれども、ちょうど人口がどういうふうに推移するかという話が、もちろん今回もそうですけれども、頭で冒頭で話が出てくるんですが、その時に紹介されたのが、当時、平成22年の数字として、ちょうど64ページに人口の推移が載っていますけれども、22年に 20.2%、そしてその時に提示されたのが、43年の 31.7% ですか、この21年後の数字を紹介をされていて、20年後に3人に1人になるんだなという、そういうような位置づけの中で、第5次総合計画の検討といいますか、委員会がスタートをして、さまざまな質疑があったと思います。で今回はもう平成27年ですので、25.3%、そして提示されたのが、その10年後の37年の 30.1% ですか、この数字が先ほど朝の時に言われました。やはり、4年前の時、正確に言うと5年前になりますけれども、その20年後の提示の仕方と、今回のような提示の10年後の提示の仕方という、そこにはどういう意図があったのか、それをまずお聞きしたいと思います。本田企画課長。今回、第2期の基本計画ということでございまして、当時とやはりこう、人口の推移が若干こう、将来の人口の推移が変わってくるという中では、基本的には国全体が下がってくるという中では、多摩市も基本的には、人口が下がってくるというような、見立てを立てております。で、そういった、考えのもと、推計を出しているのがお手元にあるこの推計でございます。で、期間につきましては、これ10年後ということでございまして、まずはその10年後のところをしっかり抑えた形で、計画として、人口の、将来想定ですか、想定人口を示させていただくということで、そこの部分を、まずはしっかりと出させていただくと。で、基本構想の期間の、43年までの期間についてはですね、これは参考数値ということで、計画の方には載せてございます。ですので、37年までは、10年間の基本計画ということでしっかりとした推計をさせていただいて、ございまして、それ以降の数字は参考ということで見ていただけたらと思います。今井議員。第5次総合計画20年間ということもありましたので、こういう遠い先の話という感じでは捉えましたけれども、今回やはり聞くと、10年後には今、4人に1人が3人に1人、もう明らかになるという、大変目の前の話になってきているわけです。非常にその高齢化の切実な大変な問題が来るんだなということを非常に出てくるんではないかなというふうに思いました。で、それでいろんな質疑を各省ので聞かせていただきましたけれども、この中で一点私が、なかなか言葉として出しづらいのかもしれませんが、市長にぜひお聞きしたいのは、やはりこれだけこの10年間でこんな高齢社会を迎えてしまうというその現実がもう目の前で、長老高齢化だとかっていろんな話はいろんなところで言われますけど、現実に大変な時代が来るんだよっていう、その時にじゃあ社会はどういうふうに変わっていくのか、どういうふうに、なっていったらいいんだろうかという、そこのところにやはり今、女性の活躍ということはよく言われています。これが私としてはあまり耳障りのいい言葉ではないんですけれども、どうなんだろうなって思うときもあります。でも、実際にこれだけの高齢社会を目の前に見たときには、女性をどう活躍していただくのかということが、この基軸の中に、この底辺の中に思いが入っていないと、
やはり非常に厳しいと思います。ボランティアの部分であったとしても、また決定の場であったとしても、本当にその雇用の場も生活のためというよりも、その自己実現のための雇用という視点でも、女性というのがどういうような活躍をしていただきたいというふうに思っているのか、そこを市長の、ご意見だけは私は聞きたいなというふうに思っております。安倍市長。まあ、多摩市は女と男の平等推進条例も作っておりますし、ある意味これは今、いみじく今井議員がおっしゃったように、その女性の活用ということの以前にですね、当たり前のように男女共同参画社会基本法というのはすでに日本では成立していて、男性も女性も特にやはり子育てその等について、やはりそのこれは女性問題じゃなくて本質は男性問題だと私も思っていますので、そうした地点に立った上で、これから先、今ご指摘のあった高齢化社会の中においては、これはやはり女性の潜在的なその社会における今までの貢献だけではなくて、言ってみれば男性も女性も共にやはり社会を支えていく大事なパートナーであるという視点に立ったワークライフバランスの施策であったり、そして地域の中で言ってみればその女性だけに責任を負わせるのではなくて、男性も女性も合わせて共にですね、光り輝いていく社会、そうしたものを目指していく必要があると思っていますので、そうした意味ではご指摘のように、本当にその女性お一人お一人が地域の中で社会の中で組織の中で、これは市役所の中でもそうですけれども、活躍できる、そしてまたそれを支えていける仕組み作りというのがバックグラウンドにないと難しいと思いますし、そのことを実現していくのがこの第5次多摩市総合計画だと思っています。ですから基本的な理念としては女と男の平等推進条例でもすでに掲げていますので、そしてまた来年も女と男のその男女共同参画の一応見直しの改定時期ということをプログラムのですね、更新をしていくということにも重なってきますので、そうした視点もしっかり見据えてですね、進めていきたいと思っています。今井議員。残念ながら昨年 の, だ生活保護の第三者検討委員会、中に4名の委員さんがいらっしゃいましたけれども、お一人も女性がいなかったというのは現実ありました。しかし子ども子育て会議の方ですと非常に女性がいっぱいいて、発言もしっかりやっていただいた、さまざまな状況もあります。どうかどういうところでやはりなるべく決定の場に必ず女性は一人はいるんだという、女性一人というか40% を目指してやっていただきたい、それを願って、私の質問を終わります。他に総括的質疑はありませんか。加藤議員。それでは時間がもう迫ってございますので手短にお話ししたいと思っております。先ほど今井議員からの質疑がありましたが、私も総人口の推移ということで非常に相対人口について関心を兼ねてから持っている議員でございますけれども、この第5次層については基本構想そのものにおける想定人口というのは皆さんご承知のようにおおむね15万人であるという、これに基づいていろいろな計画、基本計画をこう立ててきているはずなんですね。それで22ページのこの人口の推移というこの新しい今回のデータをお示しをいただきましたところ、先ほど平成43年16年後のことは想定ですからというようなお話ありましたが、皆さんはもう行政に関わる皆さん方はプロですから、それなりのデータ裏付けを持ってですね、こういうものを試算されているというふうに私は認識しております。そういう中で、平成43年の4月、いわゆるその第5次層の、基本構想の期間の終着点ですね、ここの想定人口が上位想定によりますと147,800、中位想定で144,100、下位想定で145,000と、こういう数字が出てるんですね。15、6年というのはあっという間に過ぎますから、もう目の前に迫っているというふうに受け止めてよろしいかと思うんですが、当初おおむね15万人という想定と、このデータを私がそのまま
信じるとするならば、受け止めるとするならば、実際には想定人口は当初よりも1万人少ない14万人で想定するのが妥当になるかもしれないという認識を持っているんですが、その辺は皆さんはどのような認識なんでしょうか。あくまでも15、6年先は今まで通り15万人想定で計画を立てますという立場を崩さないかどうか、その確認です。10万人違ったらどこまで施設でもなんかやっていいか全然違ってくるよ。1万人だよ、村一つだよ、どこまで責任取れるよ。出発点がちょっとおかしくない。飯高部長。14万人だ。はい、22ページのところでお示しさせていただいたように、今議員さんからもお話がございましたけれども、ご自層の基本構想の時とは数字が違って、そこに書いてございますように、平成43年の4月の時点では中位想定でも14万4100、下位想定でいけば約14万というような数字が直近の統計に基づく数字でございます。ですので、ある意味これは冒頭の考え方でもお話しさせていただきましたが、国全体が緩やかに人口減少社会に向かいますので、多摩市もそういう方向に大きくは向かうのだということを踏まえながら考えていかなければいけないというふうに思ってございます。ですから極端な言い方をすると、何もこのまま手を打たなければ、まあ、下位想定の線で進んでいくということはある程度想定しておかなければいけない。しかしこの第2期の基本計画の中ではですね、町の魅力を高める取り組みを進めることにより、ここにお示しさせていただいておりますように、基本構想期間中の人口の推移はですね、まあ、注意想定に近い形、横ばいないしは微減にとどめることを目指していくと、そういうふうな考え方で認識をしてございます。加藤議員。今ここのお話しされているとは非常に我々ですね、これ私も重要なところだと思うんですね。今後公共施設をどう維持をしていくか、あるいは縮減していくかという議論がいろいろあることも承知の上で、市民を巻き込んでですね、一緒になってここは考えていく必要があろうかという認識を私も持っております。今の部長夢二君もおっしゃいましたね、10年間にわたる今回の次のこの基本構想の基本計画の期間については、私は人口の想定がそんなに差異がなければ考え方は一つ、10年間にわたって今後については市民のサービスも極力今のものを現状維持で何とか努力をしていくということで、行政もやるから議会の方もご協力いただきたいと、こういうことであれば私は大いに協力したいと、こういう認識を持っております。その辺はまた今後予算委員会等でもお話ししたいと思います。他に総括的質疑はございませんか。質疑なしと認めます。これをもって総括的質疑を終了いたします。以上で第5次多摩市統合計画第2基本計画についての質疑を終了いたします。最後に改めて本日の全員協議会の趣旨を申し上げたいと思います。本日の全員協議会の案件である第5次多摩市統合計画第2基本計画は議会の議決案件ではなく、市長が決定する行政計画です。しかし市民に大きな影響を及ぼす計画であることから、市長が最終決定する前に市議会から質疑を行い、意見を伝える場として本日市側の協力のもと全員協議会を開催いたしました。先ほど市側からも今後どのように反映させるかの答弁もありましたが、市側も誠意を持った対応をしていただくよう再度申し上げ、これをもって全員協議会を閉会といたします。ご協力もありがとうございました。